かっこよ。買ったんですよ。何買ったの？僕がね持ってるねイヤホンっていうのがこちらの BOSE のイヤホンなんですけど、ちょっと風呂でね聞けるの欲しいなっていうことでねイヤホン買ったんですよ。じゃあ皆さんに今日僕が買ったイヤホン見したいと思います。6000円ぐらいしたイヤホンを買いました。今日僕買ったイヤホンはこちらのイヤホンです。ワイヤレス Bluetooth 用のイヤホンです。おバックビート GO2 ってやつですね。僕はとにかく Bluetooth のやつが欲しかったんですよ。おかっこよ、かっこよ、バカと。あ、え、それ連続再生時間どんぐらいなんですか？2時間ぐらいかな。あ、そうなんだよね。 4.5 時間って書いたんだけど、実際はなんか 3時間とか。俺も風呂でしか聞かねえから。あ、じゃあもう二度とこの動画でそれが見れることは。いや、そうそうそう。そう、もうこれが見れることはそうそうないと思うんだね。おしゃれね。いいっすよ。すごい気になってるんですよ。わかるかな、このひら型っていうの、こういうの。きしめんみたいな、ね。きしめんみたいな。イヤーの部分が結構でかくない？結構耳からはみ出す感じ。あ、でもそんなんだよか。どう？そんな気になる。こうする。そうだね。やっぱ後ろだよ。いや、なんかいいっすね。で、なんか入ってるものは。音はどう？まず、ここパカッと開けると何も入ってないの。はい、説明書。ほら、こうやって。達也さんはどのサイズなのかなと。充電用の USB だな。さらに USB がついてるから、これ他にも充電できるよと。あ、重さは？重さ。すっげえ軽いよ。もうビビるぞ。おー。いいでしょ、これ。これだけだよ。すげえ。ただ音がさ。慣ればまあいい方だよ、軽で。はい、それでは使ってみたいと思います。これをオンにすると、うん、なんか色がつくらしいの、ここに。どこ青くなった。赤青、はい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 、来た、あ、聞こえた。うん、もう漏れてる。あ、全然漏れてない。何にも漏れてない。漏れてない、うん、いや、風呂用だろ、あんたは。お前風呂はそう。俺だよ。あー、どうすか。声でけえ。音はね、坊主の方がいい。まあ、そうそう、値段が違うから。いや、線がないっていうのはこんなにいいことなんだ。そうなんですよ。結構すごいっすね。面白いかどうかも分かんないんだよ。はい、いや、その動きが面白いかどうかも分かんない。ただちょっと取れちゃったやっぱ。ウグイさん取れちゃった。あ、取ったわけじゃない。いいよ。あ、ウグイさん取れちゃった。でもお前風呂だって使うの。風呂で動かない。え、でもこれさ、あの充電するとことかもさ、水使って大丈夫？いや、閉めなきゃダメ。いや、閉めれば大丈夫なの。そうだと思う。お、そうなの。あ、でもスーパーボスじゃない。あ、防滴的なやつ。そう。取れない。取れない。僕が買ったのはこれでした。これは。これです。